こんにちは、ボナールチャンネルのマサです。ボナーボナー、本日はステイドリーム2021年結局誰が打ったのかということで、2021年終わりますね。はい、ステイドリーム今年ほぼほぼ全試合僕が参加させてもらった動画以外のものもねアップしたりとかしてたくさん活動させていただいたんですけども、みんな思うよね。じゃあどれぐらいみんな活躍したのか、マサはどれぐらい打てたのかっていうのもですね、まあステイの動画試合展開が長くなったりしたりとか、まあ、あと俺が打てなかった時とか、まあ、あとはねどうしてもね点数が入らなかった時とか、まあ、あと俺がヒット打てなかった時とか、まあ、面白い展開がない時とか、そういったところでカットしてるんですよね。まあ、3回4回は無失点で次5回の表みたいなね。じゃあ動画ではみんなある程度打ってる、あるいは打ってないように見えたけど、今年1年の成績どうだったのかというところをご紹介していこうと思います。ちなみに今年確かね途中まで俺三冠王だった時あったんだよね。打率、打点、ホームラン全部俺1位みたいな感じだったんですけど、それが今年もう最終試合終えてどうなのか、そこをご紹介していこうと思います。じゃあまず個人成績いきなりいきますよ。ホームラン王からいきたいと思います。ステイはですね毎試合記録つけていただいてて全部載ってるんですね。ホームラン王は4本のホームランを放ちました。マサー調子がいいよ、ここまでは調子がいい。3球目さあ同じような低めの球打って左中間を超えました。先制のホームランを打つことができました。さあ2ストライク、上る3球目ドーン、高めの球を捉えてこれがぐんぐん伸びてセンターを超えるということで、ここで逆転ホームラン。ということでこのボールです、どうぞ。さあ捉えた打球、とんでもない弾道です。そのままホームラン、めちゃめちゃ弾道高かったですね。マサ4本、その他マッチョ王将さん、おかちゃん、ハッシーが1本ずつということです。まあ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 、僕ですからね、来年はね 2桁ね打てるように頑張ります。じゃあ続いて打点いきたいと思います。打点王はハッシー、25打点、素晴らしい打点王ハッシー。ちなみに2位が僕、24打点、惜しかった。で3位がマッチョ王将さん、4位が岡ちゃんということですね。まあただ打点っていうのはどうしてもねクリーンナップに入っているバッターが稼ぎやすいので、まあ、そこはもう打順でね、いい打順で起用していただいたおかげということですね。さあそして打率発表したいと思います。今シーズン一番打ったバッターハッシー、年間を通しての打率3割7分、素晴らしい。2位オカちゃん3割1分2厘、3位マッチョ大城さん3割0分6厘で、4位が誠治、5位正輝、6位キャプテン未来さん、あれ7位友、あれで8位にマサということです。マサの打率2割6分1厘ダメだこれ。一時はね4割超えた時とかあったんじゃないかな。波がね今年は本当にコンスタントに打ったというよりかは波が激しかったですね。他にマサが1位になっている項目は、あ、ありました、チーム1位の記録ホームラン以外にもありました。フライアウト24個、うん、ダントツくそー。いやハッシー今年大活躍でしたね。四死球もハッシーは1位ですね。で貢献率、出塁率、長打率、OPS 全部1位。やっぱ発信すげえな。ちなみに今年あの選手 MVP も選ばれたんですけど、そこの MVP も発信でした。
じゃあピッチャー成績どうなのというところですよね。まあ、僕後半ちょっと肩痛くて投げられなかったですけど、まあまあ投げてましたと。じゃあ防御率第1位、みないさん、僕じゃない、みないキャプテンが 2.29 ですね。で僕が 2.66 ということで、今年結構負けたね。僕の勝敗は10勝7敗ですね。投球数1765球、投げすぎやろ。1765球です。これどうなんですかね、投げすぎなんですかね。単純に1000超えててすげえなと思ったんですけど、被本塁打3、被安打87、デッドボール10、イニングは115回3分の2投げて、自責点44、失点59、奪三振88でした。いやーどうですか。ただ来年もね、もちろんステイで活動しますし、ちょっとねあんまり不甲斐ない結果に終わってしまったので、来年はねもっと打てるように頑張ります。ホームランもうちょい打ちたいね。でチームの成績どうだったのかというと、まずよくある KM リーグ言ってますよね。 KM リーグ一部なんですけど、7チーム中4位、真ん中。ここもちょっとね、僕も結構今年なんかすごい、僕が投げて負けた試合結構やっぱ多かったので、来年以降頑張らないといけないですね。そして新座市の大会でどうだったのか。新座市の結果、7チーム中5位。危ない危ない危ない。そして新座市和光朝霞が集まる4市大会は優勝ということで、ちょっと今年はね、僕もそうですし、チーム的にも、まあ、一部に上がったからっていうのももちろんあるんですけど、あまりねめちゃめちゃ勝ってるっていうわけではなかったので、ちょっとここ来年以降頑張ってボコスカ打ってボコスカ投げていきたいと思います。ちなみに肩の状態はこの前チャリティーマッチでね、クリスマスちょっとキャッチボールしたんですけど、まあ良くなってます。ただ痛みゼロかっていうとそうでもないので、まあそこはちょっと今言ってるね治療院の先生に頑張ってもらって来年バシバシ投げたいと思います。ということで来年もステイ応援するよ。そして来年から始まるボナール野球部今動いてますので、それも参加するよって方はぜひ高評価とチャンネル登録、そしてコメントもお願いします。今年1年本当にお世話になりました。大晦日も動画上がるのでぜひ楽しみにしてください。本日も動画をご視聴ありがとうございました。バイバイ。髪の毛がね切ったんですけど、どんぐりみたいですね。